朝人様、早く、ケーニーに会いたい。小室夫妻5月1時、帰国を前に、再会を絶望。週刊誌が報じなかった、2人の友情。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。小室夫妻1時、 帰国と多額の警備費用昨年10月に結婚し現在ニューヨーク州マンハッタンで暮らす小室夫妻先月4月15日に小室圭さんの2度目のニューヨーク州司法試験不合格が報じられて以降複数の週刊誌等がお二人が5月中に一時帰国するのではないかと報じています女性セブンは次のように報道 昨年11月にアメリカに渡った小室圭さんと眞子さん夫妻が緊急帰国する可能性が浮上している。小室さんは2度目のニューヨーク州の司法試験にも不合格。本人は3度目の挑戦を希望しているようだが試験が不合格だったことでビザ取得のめどは立たなくなり早ければ5月にも強制帰国となる可能性が出てきたのだ。 このように、お二人が、日本に強制帰国となる可能性もある、と報じた上で、さらに、日本に帰国となった場合、多額の警備費用がかかることも指摘しています。また、お二人は、多くの国民の反対を押し切って結婚を強行したにもかかわらず、小室圭さんが、二度も、司法試験に不合格となり、 未だ安定した職に就けていないこともあり、秋篠宮ご夫妻や上皇ご夫妻には合わせる顔がないため、帰国しても面会は行わないのではないかとも報じています。小室さんが一時帰国したときのように、眞子さんと小室さんを要人とみなして、警視庁や各都道府県警が動員されるでしょう。あるいは、秋篠宮家が、 お手元金から費用をひねり出され、警備体制を整えるかもしれません。真子さんは皇族ではなく民間人だ。日本滞在中、維持管理に税金が用いられている、実家の秋篠宮邸に身を寄せることはできない。小室さんならなおさらだ。二人は昨週、結婚から渡米までの約3週間を、都内の高級ウィークリーマンションで過ごしたが、そこなら、 秋篠宮邸のある赤坂御用地にほど近い4月26日には上皇ご夫妻も仙洞仮御所から引っ越されて赤坂御用地内の仙洞御所に住まわれますただ結婚と渡米の経緯から実家や祖父母のところに顔を出すことははばかられるのかもしれません2回不合格の小室さんも 合わせる顔がないでしょう秋篠宮家は観光例現在、ほとんどの週刊誌メディアが、お二人が、ビザを更新できずに一時帰国するのではないかと報道していますが、実際のところはどうなりそうなのでしょうかこの小室圭さんと、眞子さんのビザの取得状況や一時帰国の情報に関しては、徹底した観光例が敷かれているのか 内部の関係者や職員からは、一切具体的な情報は伝わってきません。おそらく、一時帰国する可能性が高い、と報じているメディアも、何か確証を持って、そうした報道をしているというより、パスポートの更新事情など、客観的な状況から推測して、報じているのではないでしょうか。小室圭さんと真子さんの結婚前には、 秋篠宮家が NHK などの大手メディアにリーク情報を出してそれらのメディアがスクープという形で報道しましたが今回仮に一時帰国するとしたらそれほど大々的に報道させることもなくもっとひっそりと帰国させるのではないでしょうか現在悠仁さまのずる入学の問題や作文コンクールでの盗作問題等で秋篠宮家が 多くの国民から批判を受けているということもありますし、ここで変に目立ってしまっても、マイナスしかない、というのが秋篠宮家の状況理解なのでしょう。悠仁さまは、小室圭さんとの再会を切望。このように、お二人の帰国に関して、徹底的に情報を隠蔽しているという秋篠宮家ですが、意外なところから、帰国に関する噂も漏れてくるようです。 週刊誌等が小室圭さんと眞子さんの帰国について報じるようになって以降、悠仁さまがしばしば早く圭に異に会いたいというようなことを口にされているのですね。まあ、単に週刊誌やネットメディア等で帰国について報じられているからという可能性もありますが、その他、秋篠宮ご夫妻からお二人の帰国の情報について聞かされている。 とということも考えられます週刊誌等のメディアではあまり報じられませんでしたが実は小室圭さんは眞子さんとの婚約内定が発表される以前から秋篠宮家には頻繁に出入りしており悠仁さまとも放課後などに遊びに付き合ってあげていたようなのですね複数のメディアが報じているように悠仁さまには 放課後に遊ぶなど、親しい付き合いをしているご学友などもおられませんでしたから、小室圭さんには、大変懐いて、ケイニに、などと呼んで、親しくしていたそうです。また、実の兄のように思っていたこともあり、眞子さんと小室圭さんとの婚約内定が決定した際にも、大変喜んでいたようですよ。多くの国民からは、嫌われ。 批判されることの多かった小室圭さんですが、少なくとも、母親の借金問題が報じられ、秋篠宮ご夫妻との関係が悪化する以前には、大変、人当たりの良い構成面として、秋篠宮ご一家のみんなから、大変好印象を持たれていたようです。小室圭さんとの再会を心待ちにされているという久人様ですが、一方で、先の女性セブンの記事によると、 小室圭さんは秋篠宮邸に訪問することは難しいようですね。また、同記事では、小室圭さんの日本滞在時の生活費の問題についても報じています。ビザ取得を待つ間の日本滞在が長くなれば、収入が必要になる。小室さんが働くならば、かつて勤務していた法律事務所がある。その事務所は、 3年間にわたる小室さんの留学期間中、月額20万円ほどと言われる支援金をはじめ、様々な形で支えてきました。事務所にとって皇族の結婚相手である小室さんのサポートにかかるお金は、宣伝費のようなものと認識していたようです。強く返済を求めることもないと聞いています。しかし小室さんを再度雇うかというと、 メリットは少ないですし、むしろ評判を落とす可能性すら考えられます。こちらの記事では、はっきりと指摘はされていませんが、小室圭さんが、一時、帰国中に、日本での仕事を見つけられなければ、税金で、彼らの生活を支えることとなるでしょう。アメリカにいても税金から支出、日本に戻っても税金から支出。皆さんは、 皇室と無関係になったはずの小室夫妻の生活のために、多額の税金が使われ続けることに関して、どう思いますか暴露本出版に怯えるみち子がいけないのです。文人が試着執事であったことや、友人の卵子提供者が誰かを暴露されては大変と、今や、反社の要求丸飲み状態と言ってもいいでしょう。宮内庁長官は、 角野道子擁護やのり子追従の方針はやめて、この辺でもう突き放すべきです。秋篠宮家の習文は、次から次へと湧き起こり、消えることはなく、蓄積されていくだけだからです。皇族に、忘れ去られる権利はなく、友人の盗作漂雪事件も、千年経っても、歴史の教科書には載ったままでしょう。それだけに、 絶対に過ちは犯せないのが皇族なのに、縫り子流行りたい放題、わがまま放題で、これでは誰も尻拭いできなくなります。小室が致命的なのも、ここまで国民に嘘をつき、不義理を働くと、歴史に残ってしまい、真子の追放婚とその後の国費援助事件は、歴史家の研究対象になるからです。その意味で、刑も久人も、 歴史家からエンドレスで死後も罰せられ続けるという点で共通しており同病相をあれむ関係だからこそ仲良しになるのです本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたまた皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいですもしよろしければ評価などもお願いしますでは 次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。